それでは今度は、札幌のチームをご紹介しましょう。めでたいの皆さんです。踊って楽しく見て楽しいをチームコンセプトに、お客さんと一緒にお祭りを盛り上げたいというチームで、よく皆さんからは癒されるというふうに言われるということなんですが、先ほどもちょっとねパフォーマンス見ましたけども、僕も十分癒されたんですが、また初めての方もいらっしゃると思います。皆さんまたゆっくりと癒されてください。めでたいの皆さんです。どうぞ。皆さんこんにちは。おめでたいです。全
はい、ありがとうございました。札幌のおめでたいの皆さんでした。